今年はですね、4月になる前にですね、湖がもうほとんど溶けてしまいまして、非常に早い雪解けになりました。これから1週間10日のうちに、ピークを迎えると思います。おそらく大体4000から5000羽ぐらいの飛来になると思っています。私どもの方ではですね、白鳥は麦を食べますので、大麦をあげていまして、そういうので栄養をとっています。で、餌につかない白鳥たちがいますので、そういう白鳥たちは、天然の水草を食べて、体力をつけてロシアの方へ帰っています。